マッドファーザー続きやっていきます。どうやらね、聞くところによるとこの時点でジェムは全部揃ってないといけないらしいです。なのでちょっとジェムをね見つけてこようと思います。場所は聞いてないのでちょっと全探索をしてきます。見つけたらその部分をカット編集でつなげるぞい。では行ってきます。実験室、おあるじゃん、ジェム。部屋の鍵使えない。鍵かかったとこどこあったっけ。ちょっとそれも探します。え、ジェムじゃねえの？ジェムじゃねえの？こじゃないもんな。ジェムじゃねえの？鍵かかってたとこってあったっけ？俺、いる！こいつか？こいつはなんだ？おー、スライド！今の人悲しそうな顔してた。え、ついていけばいいの？どこだ？お！そこに入ってた？書庫、おっとっと。書庫に、あ、あったな！忘れてた。このピカピカ何？何か落ちてる。ジェム。ペンダントを手に入れた。ペンダント？お、古いオカルト本が並んでいる。なんか連続で調べたな。え、ペンダント。ペンダント？そんなん使うとこあったっけ？ペンダントをラストステージに持っていく感じか。おっと。おるよ。あ、消えた。何か伝えたそうにしてた。ここ忘れてたな。部屋の鍵を使った。あったね。はてなはてな。マリアの部屋。お、マリアって、あの子じゃないですか？助手の、可愛い子。待って、これ日記か？待って。日記読めないのか。どっちがイベントが進むものだ。えい！閉める。ん？なんもないんかい。日記を見つけた。マリアの日記？マリアこんなとこに住んでんの？すげえ失踪じゃ。テレビがないよ。もしかしてこれマリアの日記？パソコンもないし。地獄か、ここは。日記を見ますか。読まないという選択肢はない。なんだ？バツガツバツ日。教授、私がこの屋敷に来てから今日で1年ですね。うん。あの日のことは忘れません。あの日のこと。ん？行き倒れてる？どうかお恵みを。じゃあ最初の人お父さんかと思ったら違ったね。お恵みを。え？マリアもいずれ殺されるのか？どうか。最初のあれだよね。お姉ちゃん候補は殺されちゃったよね。マリアはなんで生かされてるの？お恵みをどうか。特別なの？お父さんめっちゃわかりやすいな。最初の人お父さんでも何でもなかった。不老者か。磨けばいい素材になりそうだ。心の声がもう聞こえてきます。こんなに痩せてこけて。かわいそうに痩せこけて。うちへ来なさい。服と美味しいものを用意してあげよう。うましいって読もうとしてしまった今。一瞬。同じパターンじゃんこれ。最初のこと。ほら、この子が、あやだよ。君の妹になる子だよ。じゃないの？なんだろう、才能があったのか。マリアは。マッドファーザーの才能があったんじゃない？しばらくはここで我慢してくれ。ここでですか？ここよりもひでえじゃねえか、今のとこより。家族に君のことを話してくるよ。なんて？奴隷として？家族、あ、かわいい。妻と7歳になる子がいるんだ。あ、もうだいぶでかくなってる。あれだよね、前のお姉ちゃんは赤ちゃんの頃だったよね、あやちゃんが。結局お姉ちゃんなれませんでしたが、きっと君のことを歓迎してくれると思う。家族。もう結構大きくなってる。え、今、あやちゃん何歳だっけ ?12 歳だったっけ ?10 歳だっけ。あうー。この人は何？この人、もう私と同じ？おじさん？この人は。うわー。ひどい怪我だわ。苦しそう。なんとかしてあげられないかしら。いや、怪我した子をさ、ずっと放置とか、フューやばいんじゃないの？その息の仕方は。喉詰まってない？あれか。治療してあげるから、スカートの布だけじゃ足りない。でも、綺麗な布は他に。えい、全部だ！あ、もう全部やってるんじゃないの？服。すごい。聖母か。マリアだもんな。聖母の名を冠した。これは驚いたな。絶命寸前だった男が、たった一晩でここまで回復するとは。やっぱりか。才能ありだったんだ。よほど適切な処置が施されているようだ。
それはもう天然で発現した能力なのか。多分そういう教育は受けてないよね。君が治療したのか。天才か。はい。随分と器用なんだな。素晴らしい腕前だ。そんなこと。これで狩る側から一緒に狩ろうぜ側にこの才能を手放すのは惜しいな。くそ、才能主義か。いやでもそのおかげでね、君名前は？え？あ、私はマリア。そうか、マリアか。君にふさわしいなだ。確かに。初めて意見があったな。マリア、私の助手になってみないか？え？君を失いたくない。そばに置いておきたいんだ。急に手のひら返し。どうかな？君のこれからの人生、私に預けてくれないか？告白？はい。あー、照れてる。そうか。まあ、でも、そうか。才能がないと、バラバラしたい。嬉しかった。あなたは私を救ってくださった。孤独だった私を必要としてくださった。私を愛してくださった。あなたが私を必要としてくださる限り、私はあなたについていきます。あなたなしでは生きられない。愛しています、教授。でも、お母さんがいるんですよ。今、その浮気が、マリアの日記。浮気が原因で今、壮絶な修羅場とかしとるし。やばいぞ。夫婦喧嘩ってレベルじゃねえぞ。そういえば、私、マリアのこと全然知らなかった。私も、マリアもお父さんのこと本当に愛してるのね。もう一回見る？お、待って。バツガツバツイチ。昨日、出かけ先で小さな男の子とすれ違った。お嬢様より一回り小さくてとても可愛らしい子だったのだけれど、その子私と目が合った瞬間泣きながら走り去ってしまった。私の顔そんなに怖いかしら。お嬢様もいつも私のことを怯えた目で見てこられる。やっぱり目つきが悪いのがいけないのかしら。いや、お嬢様が私に怯えるのは私を嫌っているからよね。仕方がないわよね。私は教授を奪った女なのだから。私ではきっと奥様の代わりにはなれないんだわ。ここには何もないのか。だったら開けさせないでくれ、俺に。めっちゃ気になってるんだが、あの棚が。あの棚にもなんか猫の死骸みたいな。あるんじゃないんですか。なるほどね。よし、とりあえず、ペンダントはどこで使うんだろうか。もうちょっと探索してみようか。あのね、いろいろ調べたんですけど、ちょっとね、どこにあるかわかんないです。ペンダントの使い道わかんねえや。なので、とりあえず一回クリアしちゃおうと思います。一回クリアして、一回クリアしたらちょっといいよね。ペンダントどこで使うか調べても。という感じでいいですかね。いきます。飛び込む。まあ、多分あれなんですよ。ジェム全部手に入れると、トゥルーエンドみたいな、言ってしまいましたか。果たして彼女はどちらを選ぶのか。どちらを？お父さんとお母さん？ふふふ。最後まで傍観させてもらいますよ。じゃあお母さんを選びます。お父さんちょっとビジュアルが怪しすぎるんで、ちょっと思春期の女の子には辛いかな。お母さん派です。お母さん解剖するしね、人。お母さんだったら、まあ別解剖してもいいかな。お父さんは解剖しちゃダメ。ここは？なんだか絵本の世界みたい。完璧にも見た目びいき。進もう。そりゃ誰だって可愛いお母さんの方がいいでしょ。怪しいお父さん。選んでください、みんな。お父さん、お母さん。100% そうなんだよな。ペンダント、くそ、こいつどこで使うんだ。うわっ！待って、これ足跡？足音か？もう、変な空間。テイルズのラスボスの面みたい。なんかワープがあって、ファンファンファン。お母さん？あや、来てしまったのね。全滅しとるで。やべえ、お母さん血にまみれてるし。やっぱりお母さんなのね。お母さん！お母さん、かわいい。かわいすぎない？養いたい。あなたは来てはダメ。どうしてなの？どうしてこんなことをするの？あや、ここまで来たということは見てきたのでしょ？この人が今までどんなことをしてきたか。やべえやつですよ、そいつは。殺すべきですよ。お母さんについていくっすよ、俺。もう、これ以上この人に手を汚してほしくないの。あやだって同じ気持ちでしょ？嘘。お父さんのことを一番理解していたのはお母さんだったじゃない？お母さんが許せないのはマリアのことでしょ？お父さんを愛してるから、二人が仲良しなのが許せないんだよね。私、お母さんの気持ちわかるよ。私もお父さんが大好きだから、お父さんが誰かに取られちゃったらって思うと。
怖くて息ができなくなるの。そうなの？純粋すぎる。ふふふふ。よかった。やっぱりあなたは私たちの子ね。わかってるじゃない。そうよ。すべてあなたの言う通り。おや？お父さんとマリアが仲良しなのが許せなかったの。人体解剖するのはいいの？別に、それは。いいの？子供をさらってきては。お母さんはお父さんのことまだ愛してるのね。それなのにどうしてお父さんを苦しめるようなことをするの？愛が憎しみに変わったんですよ。苦しめたいわけじゃない。殺したいのよ。この人を誰にも渡したくない。究極の愛。だから、この人を連れて行くの。行け行け！ゴーゴーそんなのダメ。マリア生きてんの？俺マリアと苦します。マリアと。約束したじゃない。どんなことがあってもお父さんの支えになろうねって。安心なさい。これからは私がお父さんを支えるから。じゃあお父さんをお母さん連れてって、マリアを私がもらいますね。私に従え。あの世で永遠にね。今度から私に従いなさい。私はどうなるの？お父さんがいなくなったら私一人ぼっちになっちゃうよ。そんなの嫌。お父さんとお母さんをずっと一緒にいたい。お母さん、私も連れて行って。お願い。あなたを連れて行くわけにはいかない。あなたには生きて幸せになってほしいの。お母さんは蘇れないの？どうにかお父さんの心臓と脳に、あ、でも脳あったらダメか。なんか、まあ、お父さんが集めたであろうなんかパーツを組み合わせて、お母さんを復元できないのか。どうにか心臓だけもらおう。お父さんから。脳みそはちょっとあれだから。ダメ？なれないよ！私の幸せはお父さんとお母さんとずっといることだもの。滑舌がやばい今日。私を一人ぼっちにしないで。わあ！弾かれた。浮いた。誰にも邪魔させない。娘にも？悪霊化してんじゃん。あ、降りた。お母さん。さあ、あなた、行きましょう。ああ。お父さん。あ、いや。あ、生きてんの？はや。あ、目が見えた。お父さん。おお、すげえ。連れ戻した。やはりサラブレッド。お父さん？この父母にしてこの子あり。あや、どうしてお父さんの言うことを聞けないの？お父さんを連れて行かないで！邪魔を。するな！お母さん。誰にも渡さない。お母さんやめて。彼は私だけのものよ。嘘嘘。おじさま、これは？我が社の新商品、魔法の水です。水素水です。ほわー。水素の音が、水に秘められた不思議な力がお嬢さんを助けてくれることでしょう。これでも飲んで、健康になって、これがあればお父さんを助けられる。でもお母さんはどうなるの？君の愛がお母さんに届けば、きっとお母さんも救われることでしょう。本当に？考えたってわからないよね。私どうすれば？父を助ける。母の願いを叶える。母の願い叶えちゃうか。多分父を助けるのが、あれだよね、トゥルーエンドみたいな感じでしょ。でもジェムゲットしてないんだよ、一個。ペンダントがわからんかったから。まあ、とりあえずこっちから見るか。お父さん連れてっていいよ、もう。いいよ、いいよ。私一人で生きるから。あ、マリアをしもべにして行きます。はい、どうぞ。ごめんなさい、お父さん。お母さんはね、お父さんのことを誰よりも愛してるの。お母さんからお父さんを引き離すなんて私できない。あや。ごめんなさい。一回希望を見せて突き落とす。悪魔だ。ああ。これは？ずる。ずる。あ、違うか。ちょっとずつ引きずられていくかと思ったが。これはバットか？バットファーザーか？うん？なんだ？ここは？戻ってこられたのかしら？ハッピーエンドだな。やったぜ。私だけ。ハッピーエンド。え、マリアは？マリア、俺を助けてくれたから。踏んだけど、イケメンを。お。買ってるのにな、マリアを。花嫁の姿をした人形がある。まるで生きているようだ。うん。何かの剥製のようだ。人形がある。どこか寂しそうな表情をしている。どこかで見たような。見たっけ？めっちゃセーブ。ここでいいか。で、うん。ああ、これか。
ここは何？これは、おお中は血で染まっている。ガーンガーン連打しちゃったボタン。あれ何？何が入ってたの？まあいい。あ、チェーンソーで。おお、人形が佇んでいる。びっくりした。待って。チェーンソーないのか。そうか。チェーンソー置いてきちゃった。え、追いかけてこないでね。お、お、お、ん、ん、ん、何、何、お、びっくりした。え、何、何さ。なんで連打させたの、ボタン。もうやめて。なんでボタン、何これ。せい。ん、何のレバーこれ。何のレバー、何のレバーなの、教えて。何のレバー、おおお、あ、マリア生きてる？うーん、あ、生きてる。辛そうだ。ここは？マリア軽傷なの？お嬢様？あ、教授は？教授はどうなったのです？お嬢様、教授は？あげた。ははは、そんな。ごめん、だって。奴は悪だ。教授、教授。私に使えよ。二代目マッドファーザーとして、マッド幼者、幼女幼者マッド幼女となって、静かになった。呪いの力が消えたのかしら。お父さんはもういない。だけど、俺の背中に、この胸に、生きてるからいいでしょう。きっとこれでよかったのよ。これからお父さんの実験で誰かが傷つくことはなくなるんだもの。そうだよね、お母さん。めでたし、めでたし。でも私これからどうすればいいの？お父さんもお母さんもいないのに、私一人じゃ。マリアー、養ってよ。養ってよ。弱音吐いてちゃダメだよね。これからは私一人で生きていかなくちゃ。助けてくれたじゃん、マリアー。マリアー、あなたはどうするの？養ってよ。無理してここにいることはないのよ。お父さんはもういないんだから。守ってくれたのに。ちょっと期待してたのに、マリアが。じゃあ私が引き取りますっていうことを。あれ、行く当てがないならここにいてもいいけど。あははっ、養ってよ。辛いよ。一人は寂しい。マリ、養って。養ってくれるんですか？みすぼらしい服を。せっかく可愛い服着てたのに。なんで？私が二代目マッドファーザー。マッドメイザー？メイド？教授、あなたはもうこの世にはいない。ですが安心してください。私がすべて引き受けます。私が引き受けるよ。教授が望んだお嬢様の未来を、私が守り通してみせます。未来って何？ですから安心してお眠りください。それはないわ。教授。それはないわ。わあ。愛しています。助けてくれたじゃん。教授の娘だからってこと。バッドエンド1。後継者。ああ、それはないって。ひどいですよ。マジか。はい。不要希望だったのに。切り刻まれてしまった。もう。はい。とりあえずバッドエンド1でしたね。なので、次はバッドエンド2かな？お父さんを助けたらバッドエンド 2？ いや、バッドじゃないか。ノーマルか。そうか。だから、お父さんを助けるノーマル。で、なんだっけ？ジェムか。ジェムを忘れる。ジェムを全部手に入れたら、とりあえずペンダントの使い場所だな。ペンダント全部手に入れたら、ペンダント全部手に入れたら。大丈夫か。ロレツも やばいし、ちょっと頭が回ってない。ジェムゲットして、なおかつお父さんを助けたら、トゥルーエンドだよね。だってお父さん助けないと、マリアに殺されるもんね。だから、どうしても、マリアちゃん、マリアちゃんじゃない。あれ、アヤちゃんが生き残るには、お父さんを助けなきゃいけないと。はい、理解しました。じゃあ次で、お父さん助けるエンドですね、を見ようと思います。よければ最後まで見届けてください。最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。